皆さんこんにちは。こんにちは。今日はコロシエのトントン運動会で遊んでみたいと思います。これは動物たちがソフトキャンディーで作ってあるので、後で動物たちが食べられます。それでは開けてみます。あ、ステージは相撲とかけっことスイミングの3種類があります。バナちゃんはスイミングだった。かけっこだった。中に入ってたのはこんなのです。トントンステージは組み立てます。ハサミのマークのついてあるところを切ります。できた。次はシートキャンディーを開けていきます。動物8種類でどれか2種類が入っています。お、かなちゃんはリスちゃんとクマさんだったよ。あきちゃんはゾウさんとタヌキさんだったよ。動物さんたちの体を切っていきます。あ、手で破るんだ。手で破る、やりにくい。ぶどう味で美味しい。これ何？尻尾？お尻？リス、小さい部品が。部品？終わった。次は黄色ソフトキャンディーを使って体を組み立てていきます。首の黄色のキャンディーがちょっと過ぎるとね、ドドドドドドプロ。クマさん完成。足の上に体。足どっち？筋肉マッチョ。両方できたよ。これがお尻だよね。ぐちゅ、変な形になっちゃった。首細い。細い？でかっ。見せて。あきのゾウさんの首はこんな大人がいい。全然カンガルーの赤ちゃんみたいなんだけど。第一です。秋のタヌキさん。第二です。かなちゃんのクマさん。よーい、ダウン。なんで倒れちゃうの。イエーイ、かなちゃんのクマの勝ち。次はスイミング。第一レーン秋のゾウさん。第二レーンかなちゃんのクマさん。よーい、ダウン。スワリーのなかなか決着つかない。ダウン。わかんない。よーい。おイエーイ。メンバーを変えてみました。第一レーン秋のタヌキ。秋のタヌキ。第二レーンカンナちゃんのリス。よーい、ダウン。あ、イエーイ。それじゃあ動物さんたちを食べちゃおう。せーのがさん、はい、いただきます。ピンクのところはぶどう味で、黄色いところがレモン味で、パイナップルだった。うん、パイナップル。ハテナ味。ハテナ味。とにかく美味しい。かけっこの遊びでも楽しく遊べるチーク菓子でした。ぜひ皆さんを作って見てみてください。バイバイ。また見てね。見てね。面白かった。じゃあ真ん中に行ったらよーよーいどん。一人で